自家とは、キリスト教における特定の方針例、典礼を指す用語。本記事では、講義の自家全体について詳述する。聖書日課及び聖務日課も参照教会歴の1日が日没から始まり、日没に終わることの一例。教会歴においてクリスマスは12月24日の日没に始まり25日の日没にて終わる。ユリウス歴を使用する聖教会では、 1>, 1月6日の日没から1月7日の日没までがクリスマス。正教会における晩夏、草加も含めた講義の時価が行われる大まかな時刻の図解。教会歴においては1日は日没に始まり、日没に終わる。ただし、このような時刻で全ての時価が行われること。正教会において時価とは時を定めて行われる方針例である。 中夜法事のすべてを指す。競技には、中夜法事のうち、自家との名を持つ法事のみを指す。それぞれ時を定めて行われ、それぞれ意義が与えられている。聖英、三子、カノン、伝統などから構成されている。旧約時代の伝統を維持して、ユダヤ教と同じく聖教会の暦は、夕方から一日を数える。創世期、第1章に、夕あり、朝あり。 これ1日なりとあることによる。例えば一般でいう土曜日の夜は日曜日の始まりとして位置づけられ、一般でいう日曜日の夜は月曜日の始まりとして位置づけられる。12月25日のクリスマスが前日の12月24日の晩であるクリスマスイブに始まるのもこうした晩から1日を数える教会歴の方式に由来する。生体礼儀はこうした昼夜法事とは 別枠のものとして扱われる。これは、生体礼儀では、イース・ハリストスの復活が中心に記憶されるが、復活の時刻は神秘に属していて確定されていないことによる。福音書にはハリストスが復活した瞬間についての記述は存在せず、聖伝でもそれは明らかにされていない。自家すべてを行うことは、一定以上の規模の修道院以外ではまず、行われない。 また修道院でも、八つそれぞれを、目安の時刻通りに区切って、行うのではなく、いくつかの課をまとめて行うことが普通である。手術及び大祭にあたっては、晩課、早課、一時課をまとめて、これを正義とした徹夜等と呼ばれる祈りが行われる。町の教会では大祭などの限定された祭日にのみ、抗議等が行われることが多く、結果的に、徹夜等と三時課、 六時化を伴う生体礼儀が行われる頻度の方が高いことが多い。政務日課も参照カトリック教会には以下の時化がある。祈祷文出典、参加祭閉線206ページ、日本聖教会。ありがとうございます。